グルファクシュグルファクシュは北欧神話に登場する馬である。その名前は金のたてがみを意味する。スノーリの言った第二部、死後法において、グルファクシュは巨人フルングニルの所有する馬として登場する。主神オーディンがその神馬スレープニルを買って、巨人の国、ヨトゥンヘームにフルングニルを訪ねた。フルングニルがスレープニルを褒めると、オーディンはこれほどの名馬は、 巨人の国にはいないだろうと応じた。フルングニルは自分がもっと歩幅の広いグルファクシという馬を持っている。と言い、グルファクシにまたがるとスレープニルでかけていくオーディンを追いかけるうち、ついアースガルズの門をくぐってしまった。その後フルングニルは神トールとの決闘に敗れ、倒されてしまった。大地に倒れたフルングニルの巨大な足の下敷きになったトールを救出したのは 生まれて三番しか立たない、トールの息子マグニであった。トールはこれを喜び、グルファク氏をマグニに与えることにした。マグニは女巨人、ヤールンサクサとの愛の子であったため、オーディンは父の自分ではなく巨人の息子に馬を与えるのはよく、ないとトールに言った。また、近代のアイスランド民は、名馬、グトルファフ氏と、名剣、グンフィエズルに登場する、グトルファフ氏も、 同盟の馬である。また似たような名の馬が、いくつもの類話に見られる。ありがとうございます。